ええー、こんな早くまた お会いできると思わなかったです。どう行くんですか。今一応第一候補これ夢だったんで、小学校からずっと夢だったんで。あ、マジですか。はい。こんな早くまたお会いできると思わなかったです。どう行くんですか。今一応第一候補これ。ランボやめた方がいいんじゃないですか。僕フェラーリの方がいいと思うんですけどね。どうですか。いや、なんかこれだとあれじゃないですか。ね、なんかガキっぽいよね。私全然車。なんかじゃあランボルギーニってなんか変な若いやつの飲み屋のやつとか乗ってる感じじゃないですか。まあ、やんちゃな。なんかそんなイメージじゃないですか。やんちゃな金持ってる人が乗るイメージ。なんかそうですよね。フェラーリいいんちゃうっすか。フェラーリが高くて。なんかでもあの頭金入りは通るって言ってました。今喋ってたら300万ぐらい雇うとか言って出てますか。はい、僕貸しますわ。いや、いいです。僕青森その分合流させてもらうんでって言ってその分ちょっと待ってもいいんじゃないですか。聞いたもんで、まあいいのがあればですよね。いや、でもどうぞ座ってください。君の車は見ます。ちょっと見ます。まあ、ちょっと寒いであれですけど、たぶん接客しようよ、ね、実はだって俺買おうと思ったのが、はい、社長が車の社長と話されてるのを聞いて、はい、それ聞いて、あ、もう買おうと。そうですよね、はい、僕だってあの社長に騙されましたからね。いやでも、まあ、夢だったんで、もう小学校からずっと夢だったんで。あ、マジですか。はい、なんでランボにしたんですか。まあ、ランボルギーニの、まあ、昔は、ね、カウンタックとか、はい、ああいうのに憧れてて。あ、そうですか。スーパーカーブームの時の小学生だったんで。あ、まあ、そういうのもあるんですけど、やフェラーリこっち見るとやっぱりいいですね。そうですよね。日本で確かにこっちは かっこいいですけど、ちょっと確かにやんちゃっぽいですよね。あ、どうも。ごめんなさい。あ、ありがとうございます。あの遠くから。あ、すいません。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日乗り換え労働さんの YouTube 見て、はい、ここまで買おうんで。ありがとうございます。はい、光栄です。はい、とりあえず、まあ、とりあえずヘラにしました。ヘラにしました。ヘラにしました。え？社長は、社長もフェラーリにしろ、フェラーリにしろって。ただフェラーリだと、オイル切りに対する頭切れてるね。300何十万入れれば、別にいけますよ。いいっしょ。解約しましょうか、とりあえず。まあ、金はあるんだけど。解約しましょう。奥さんがまた似合うせいです。のために乗っとるだけ。まあそういうことですよね。ちょっと裏側みたいな。昨日入ってきたばっかです。マジですか。あ、マジですか。おお。うん、なんかステッカー貼ってあるとちょっとなんかこれがちょっと派手だなって話そうかなと思ったら塗装焼けが出るよ。ああ、もうそれはそうですよね。どうしようかな。いやでも、いやかっこいいけどな。もう塗装さ、まあ、かっこいいですよね。ちょっと前出しますか。はい、かついもんか。あ、でもここは見えんの。あっちは見えるかな。開けてみますか。あ、全然これもあれですか、マフラーはこれノーマルなんですか。ノーマルなんですか。え、ノーマル、ノーマルマフラー、こんなですか。こんなですか。通るんですか。あ、全然エンジンかけてます。失礼します。これかっこいい、このスイッチかっこいいじゃないですか。内装ガンダムみたいな。あ、そうですよね。映画に出てくるみたいな、かっこいい。すごいな、かっついな。すごいな。うわー、いいな。これはすごいわ。乗り心地はどっちがいいですか。俺も最高に乗りやすいです。フェラーリよりも。でも値段的にどうなんですか。リセールって言ったらまだ下がりますもんね。うん、ちょっとまだ下がりますね。ですよね。あ、そのまあちょっとまだ新しいですから。そう、はい。ランボはちょっとやっぱり弱いんですよ、フェラーリに。どっちかっていうとね。まだリセールがいいってことですよ。フェラーリの方がいいってことですね。値段が下がらないみたいな。イタリアと値段は多分一緒ぐらい、ちょうど一緒ぐらいで買えるんですよ。一緒
そうですか。これいくらぐらいですか？2000。もうあ、するんだ。これはもうな、でも新しいんですか？新しいって言っても言うとね、まあ6年ぐらい経ってますね。おお。こっち見て、ああ、見て。じゃあどうも。単車みたいな色しましたね。もうこれマフラーで300万ぐらいするんですそうですね、結構いじってくれてるんで。あ、そういうことですか。そうマフラーってリアピースだけ、リアだけ単車でも買えるじゃないですか、はい、でエンジンから全部変えてあるんですよ、駅間に。あーで、エンジン下ろさないとできないんですから、はい、それだけでも100万ぐらい。ああ、もうつけるために、つけるためにエンジン工事。あ、そう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 。これ値段もそんなに、これはもう、まあ、こっからはまあ下がるんですね。そうね、もうそこでまで来ちゃってるんで。あ、でも下がらないですか。そんなに、そんなには下がらないと思いますよ。電式で言うと2010ぐらいですね、確かね。リセールがいいってことですか。まあ、フェラリよりは下がる。あ、よりはよりは下がる。だけどまあ、このランボルギーニの中ではもうだいぶこなれた値段になって、はい、まあ、これ以上はそんな下がることは多分ないと思います。でもカーボンのフェラリだけでも結構値段調べたりするんで。あ、この、はい、そうそうそう。あ、そういう、めちゃ詳しいですね。詳しいですね。本当好きなんですね。好きなんですよ、車が大好き。あ、だそういう人にはいいかもしれない。あ、そう、そういうことですね。で僕あんまり、そこがあんまり興味ないので性格上多分いじりたくなる性格なんで。あ、マジですか。もうこれだったらやることできてる、やることないですよ。誰かがいいなっていう、ただやっぱり新しいものを、これ上げちゃうから、あれ見ると欲しくなりますよね。でもまあこれちょこっと乗って、あれがもう2000円割ってくるようになったらちょっと乗り換えるが、まあ、それがまあイタリアに行ったんですよね。イタリアってどうですか。イタリアはフェラリー。おお、行った。これも見た。はい、やっぱ車見ると人間落ちるんですね軽く落ちるじゃないですかうん、詳しいな。あ、いい音じゃないですか。こっちも大人っぽい音だな、やっぱ。あんまりこと1、2年はそんな下がってないですか、理由ほど。あ、どっちもですか。どっちも。フェラーリもラーボの次のモデルがもうハイブリッド車になっちゃうんで、はい、こういう純粋なガソリン車が今なかなか値段下がらないですね。じゃあもうちょっとなんか下がらんのじゃないかっていい予想もあるわけですね。ああ、そうなんですか。全部なるんですよ。それも音も静かになっちゃう。静かになっちゃう。そういうことですよね。そういうこと。もうヨーロッパの排ガス規制が厳しいもん。ああ、そういうことか。新しいのを出せなくなっちゃうんですよ。ああ、純粋なガソリン車。ああ、そういうことですか。僕がある車の中で選ぶしかないっていう状態ですもんね。今値段がまだ結構下がるんです。僕はフェラーリで高速乗って帰ってったら、メモリがどんどん減ってくるの分かりましたね減ってってるわ、どんどんって。目に見えて減るのが分かるんだと思って。次の日筋肉痛にならなかった。いや、そこまでいかなかったですね。あ、じゃあいいですね。うわぁ、どうするんですか。とりあえず中で商談します。無理せずこっちに行くか。あ、まあそうですよね。最初からこっちに行くか。こっち行くか。でもそのリセールみたいなのも見れるんですか。そしたら結局変わらんとかもありますよね、うん、結局3年新しいんで。あ、下がりやすいんだろう。多分どうなんかね。こっちはもう古いんで。あ、もう多分あんま下がらないって言ってましたね。もう数も少なくなってきてるんで、うん、悩んでますねここでも。こっちよりやっぱこっちですか。これだともう金額同じぐらいですかね。そうですね。で、多分値段下がらないのはこっちなんですよ。あ、じゃあ言ってたよね、これ前。なんて言ってたんですか。今年はこれ買って、うん、来年は違うの買う。ああ、すごいな、イケイケな。いや、かんないです急にでもちょっと目に言っていいですか。はい、人生ってローンで始まってローンで終わるんですよ。どういうことですか。ローンで終わったら誰よりも、家族よりも、嫁よりもローンと一緒に過ごす時間が長いっていう。ああ、そういうことか。何年もローンで長くローンと一緒にちょっとあんまりなんか名言っぽくはなかった。40代でね、引退して無職になろうと思ったけど。40代で引退するつもりなんですか。つもりだったんですけど、はい、こうやって今借金するんであれば、あ、まあ、頑張れるかなと。
もう尺がないんで決めてもらってもいいですか。もうこっちも尺がないんで一本あたりの生産コストがあるんで僕は。いや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 いかがあります。寒いんで、はい、ちょっと見積もり出せますか。いいですか、すいません、疲れたね。僕が買ったジャンパーだからちゃんと着てください。買ってやないか、プレゼントしたやつだから。いやなんかね、社長と動画でつながってからまさか車まで、ああこれも、ね、ですよね、びっくりしましたもん。いやもう確定してない、書類も書いてある、納車ですね。あもう全部ういただきました、いただきました、はい、どうですかこれは。もう社長からしたらランボルギーニですけど、これはもう改造費がすごいかかってますんで、はい、おすすめです。おすすめですか、でもこのなんか何て言ってたこれ下のやつ、あのカーボンのエアロ、カーボンのとあれと、そうリアスポイラーと、あマフラー、マフラー系、はい、もう根元から、ね、じゃあ皆さん、あの MJ と社長が、はい、ランボルギーニ、何、はい、ていう名前でしたか。ダイヤルド、ダイヤルド買いました。チャンネル登録いいねよろしくお願いします。お店の名前もぜひ紹介してください。はい、今日は乗り換え道場の社長の紹介で、はい、青森のビームズ、はい、エイト、エイト様。ありがとうございます。買い取りもやるんですか、こういうの見てて。まあまあ全国、全国出張で、だって今回青森も運ぶんですよね。これまあ陸送屋が買います。そうですね、この間もさっきも千葉か、なんか千葉の先ほど神奈川の人、あ神奈川の人すごいですね、まあ、もう全国からみんな見に来るんですね。ぜひまた面白い車いっぱいあるんでよろしくお願いします。ありがとうございます。またねー。